突然ですが、皆さんは超マイナーな学校、美大って知ってますか？全国に美術系の学部合わせても大体70校ぐらいしかない。しかも大体町から離れてるからもう知ってる人の方が少ない。そんな美大の特徴は、とにかく変な人がたくさんいる。もともとね、そんなマイナーなとこ行きたがる人たちだから変な人が集まるのは、まあそうなんですけれども、表現をしていいよっていう建前のもと、わがままを言っていいと公的に認められた人。しかもね、締め切り間近になるとみんな二徹三徹当たり前だから、もう目の下こんなになってゾンビみたいな人たちがもううじゃうじゃいる。そんな超マイナーな学校、美大にもいいところが一個だけあって、それは卒業した後社会人になったら、どんな人に会ってもどんな変わった人に会っても大抵は驚かない強靭な精神力を身につけることができます。最近ではブルーピリオドっていうね、漫画がネットフリックスでもやっていますので、もしね、美大どんなところか気になるよっていう人がいたら、ぜひコメント欄で教えてください。